捜査法上層は、下佐国捜査軍にあった荘園。現在の千葉県捜査市を中心とした地域にあたる。古代の捜査軍が、捜査南条層と当初に分割され、本来は、捜査法上として、国画領であったものが、仙田層の立層に伴って荘園にされたものと考えられている。相馬をクリアについての、英略二年源頼朝に交往した。 千葉つねたねに敗北している。研究年間のカトリ神宮式年遷宮の際、戦寺によってその作料館枚百国を負担した。当初の領家、電量経過は不明であるが、藤原神聖廃滅後は、千葉市一門の支配下に属したと見られ、東照寺党としては、白井、飯高の領氏が知られる。カトリシフェバの修得院が所蔵する昭和三年の、 銅像阿弥陀如来立像名文には、美学法上大二号新人摂取、平次郎太郎入道とある。また、欧永五年には、山内氏が、飯高氏に代わって、香取神宮の造営作量米を負担している。少なくとも14世紀後半には、省内が、南北に分かれていた。法上層南、北がそれぞれ東方、西方と称されることもあった。ありがとうございます。